のびちゃん、のびちゃんよかったなって。のびちゃん昨日なんか部屋は暖かくしてあったんだけど、部屋は涼しくして、今過ごしやすくしてあったんですけどね、なんかそこで何これうんちゃんとおしっこしておそそしちゃって、その後ふらふら歩けなくなっちゃって腰抜かしてびっくりした。ちょっと腰が痛かったのかな。今走ってました。よかった治ってね、病院と思ったけど、あ土日だしと思って、あらよかったな、元気になって戻ったよ、復活だ、よかった。